ベーナー・ヘルベルト・リヒャルト・ベーナーは、ドイツの政治家。所属政党は、第二次世界大戦前は、ドイツ共産党、第二次世界大戦後はドイツ社会民主党。西ドイツで全ドイツ問題省スピードドイツ連邦議会院内総務を歴任。靴職人の息子として、ドレスデンに生まれる。父親は、兵士として第一次世界大戦に従軍し、社会民主主義者。 社会主義者や共産主義者との交流を持っていた。少年期に社会主義労働者青年団に加入したが、1923年にエイリッヒ・ミューザムに近いアナルコサンディカリスムの青年団に加入するため脱退した。後に、ベーナーはこのことについて、同年グスタフ・シュトレーゼマン内閣が、ドイツ共産党とドイツ社会民主党の連立からなる。 学船衆の左翼政権を倒すために軍隊を派遣し、それにスピードが同調して統一戦線を裏切ったことを理由に挙げている。しかしミューザムの平和主義路線は若いベーナーには飽き足らなくなった。1924年に中東教育修了資格を得るとドレスデンで小売業の修行を始めたが過激派活動を嫌われて解雇され、 労働組合でジャーナリストとして働き始めた。1927年にドイツ共産党に入党し、同年同党の事前団体のドレスデン、地区事務局長になる。以後党内で勤勉さと弁舌の才を発揮して、党格を表し、衆議会議員に当選。1930年には、党作戦手部書記長代行に就任し、翌年衆議会議員を辞して、 ベルリンの党本部に移り、バルター・ウレブリヒトの下で働いた。1932年に、党政治局技術初期に就任。しかし翌年ナチス政権が成立し、共産党は活動を禁止された。ベーナーは地下活動に従事し、1935年に中央委員会の一員として、ソビエト連邦の首都モスクワに亡命した。クルト・フランクの偽名で、モスクワでドイツ語し、 ドイツ中央新聞の論説員となる。リシも、ヨシフ・スターリンによる大粛清でドイツ人亡命者も数多く犠牲になったが、ベイナーは生き残ることができた。後年公開された資料によれば、当時、ベイナーはソ連当局にドイツ人亡命者の政治的欠点などを報告していた。例えば、デアシュ・ピーゲル氏が入手した資料によれば、ユダヤ人作家で、 共産党員のヘルムルトバイスは、ベーナーの告発により、内務人民委員部の捜査を受け、重労働刑10年を受けている。1937年には、チェコのボレンベルクラゼログループと連絡を取ったとして17人を密告し、それは逮捕、投獄、処刑につながった。第二次世界大戦中の1941年に、党の指令で中立国スウェーデンに赴き、 ドイツ国内への共産主義者の潜入と反なち抵抗運動を組織した。翌年ストックホルムでスパイ活動の罪で逮捕され、懲役1年の刑を受けた。もっともこれは、党に指令されたドイツ国内での抵抗運動組織化活動から逃れるためだったとも言われている。これによりベーナーはビルヘルムピークを主席とする政治局から除名され、獄中で、 共産党から脱退した。1946年にドイツに戻り、ハンブルクでドイツ社会民主党に加入した。ここでは、党の新聞、ハンブルクの小玉紙編集員として働いていた。そんな中早くもクルトシューマッハー党首に認められた。1948年に、党ハンブルク地区代表委員。翌年ドイツ連邦議会選挙に出馬して当選し、 議会の全ドイツ及びベルリン問題委員会委員長に就任。1952年から1958年まで欧州議会議員。1953年から党外交及び全ドイツ問題委員会会員。1956年連邦議会外交委員会副委員長。1957年連邦議会の党員内副総務。翌年副党首に就任。 ゴーデスベルク綱領の採択に尽力し、1959年にスピードはマルクス主義との決別を宣言し、国民政党に脱皮した。1960年には連邦議会で演説し、スピードの外交政策を改め、親西シガー路線に大きく舵を切った。1966年、大連立によるクルトゲオルクキージンガー内閣が成立すると、 全ドイツ問題賞として入閣した。東ドイツからの政治亡命者希望者の身柄を金銭と引き換えで引き受けるフライカウフを行う。また、同年、従来スピードが反対してきた小選挙区制導入に賛成の意を表明し、ドイツキリスト共民主同盟との連立交渉の駆け引きの道具にするなど、英理秘面でと共に拉腕を発揮した。一方で百六十九年に、 選挙制度改革についてバカバカしかったことがもっとバカバカしくなるだけだと前言をすり替えるなど作詞としても知られた。1969年にスピード主犯のビリー・ブラント政権が成立すると連邦議会党院内総務に就任して過半数確保が不安定なブラント政権を議会から支えスピード政権の養育係とあだなされるようになった。とりわけ 1972年のセディ党首ライナー、バルツェルによる、ブラント内閣に対する、建設的不信任決議案提出の際はあらゆる手を、尽くして、これを葬り去り、後に、真実は汚いものだ。院内総務が知っていても、首相が知らない方が良いこともあると解雇している。同年の連邦議会選挙でスピードは初めて議会第1党になったが、 この勝利もベーナーの手腕によるところが大きいとされる。1976年党大会でのベーナー、党大会で演説するベーナー・ブラント政権の、東方外交の一環として、1973年5月、自由民主党のボルフガング・ミシュニック議員と共に、東ドイツを訪問し、エイリッヒ・ホーネッカー国家評議会議長と会見し、東西ドイツ関係上の人道的諸問題について、 話し合った。1974年に、ギオーム事件が発覚して、ブラント政権が総辞職した際、ベーナーはブラントに引導を渡したとも、ブラント続投への支援を約束していたとも言われる。いずれにせよベーナーの指示により、ブラントは首相辞任後もスピード党首に止まり続けた。1980年のドイツ連邦議会選挙にも、当選し、ベーナーは議会最長老になった。 ドイツ連邦議会発足以来25年の長きに、渡り、議席を維持し続けたのは、ベーナーを含め10人しかいない。1982年9月に、ヘルムート・シミット政権が崩壊して、ヘルムート・コール政権が成立し、総選挙が行われることになった1983年3月、ベーナーは出馬せず、政界を引退した。34年の議員生活で78回の県籍を、 受けたが、これは他に並ぶものがない記録である。対立する政党の議員の名字をもじった別称で、呼びかけたり、議員控え室から、右派議員を突き飛ばして締め出し、10日間の党員停止処分を受けたこともある。演説は激烈で攻撃的で、その対象となったのは、政治家ばかりでなく、ジャーナリストも同じだった。また、東ドイツと独自のパイプを持ち、 東ドイツのスパイマスターのマルクス・ボルフも、ベーナーとの接触があったと解雇するなど、西ドイツ政界の一時代を代表する公案であると、同時に影の部分のある人物であった。ベーナーは、生涯三度を結婚した。1927年に、女優の、1979年に、シャルロッテが死去すると、1983年にその、連れ子で義理の娘にあたるグレタと再婚した。 これは自分の遺産相続分と自分の死後家父年金をグレタが受け取れるようにするためだったという。グレタはそれ以前からベーナーの秘書及び身の回りの世話係として接していた。ベーナーは長年患っていた糖尿病に起因する多臓器不全のためドイツ際統一を目前とした1990年1月にボンで死去した。ボンバートゴーデスベルクの墓地に2番目の妻、 シャルロッテの傍らに葬られた。1986年にハンブルク市名誉市民となったほか、2000年にハンブルク、ついで2006年にバートゴーデスベルクで広場にベーナーの名が冠された。ありがとうございます。